内閣総理大臣野田佳彦君。第180回国会の開会にあたり、この国が抱える諸課題と野田内閣の基本方針について謹んで申し上げます。昨年9月、野田内閣は目の前にある課題を一つ一つ解決していくことを使命として誕生いたしました。日本再生元年となるべき本年、私は何よりも国政の重要課題を先送りしてきた決められない政治から脱却することを目指します。私は大好きな日本を守りたいのです。この美しいふるさとを未来に引き継いでいきたいのです。私は真に日本のためになることをどこまでも粘り強く訴え続けます。今年は日本の正念場です。試練を乗り越えた先に必ずや希望と誇りある日本の光が見えるはずです。この国は今を生きる私たちだけのものではありません。未来に向かって永遠の時間を生きていく将来の世代もまた私たちが守るべき国民です。この国を築き守り繁栄を導いてきた先人たちは国の行く末に深い思いを寄せてきました。私たちは長い長い歴史のたすきを継ぎ次の世代へと渡していかなければなりません。今私たちが日本の将来のために先送りできない課題があります。拍手喝采を受けることはないかもしれません。それでも先に述べた大きな改革は必ずやり遂げなければならないのです。すべての国民を代表する国会議員の皆様、志を立てた初心に立ち返ろうではありませんか。困難な課題を先送りしようとする誘惑に負けてはなりません。次の選挙のことだけを考えるのではなく、次の世代のことを考え抜くのが政治家です。そしてこの国難のただ中に国家の舵取りを任された私たちは政治改革家たる使命を果たさなければなりません。政治を変えましょう。苦難を乗り越えようとする国民に力を与え、この国の未来を切り開くために今こそ大きな政治を、決断する政治を共に成し遂げようではありませんか。日本の将来は私たち政治家の良心にかかっているのです。